うわー、すごい音がしたぞ。おい、こら、姉ちゃん何してくれてんだ。なんだこの人。おいおい姉ちゃん、てめえうちの車にぶつかりやがっただろ。どうしてくれんだよ。いや俺止まってましたし。うるせえな、つべこべ言わずに修理代払え。スカットライン。俺の名前はヒロシ。スカット銀行で窓口担当として働いているサラリーマンです。残念ながら彼女はいませんが、幸いにして友人には恵まれて楽しい日々を送っています。さてと、この仕事は終わりだな。あと次は、お、ブンタだ。ヒロシ、お疲れ。彼は俺の友人かつ同僚のブンタ。ブンタとは学生時代からの付き合いで、休日にはいつも一緒にいるぐらい仲がいいです。ブンタ、どこか行くのか。なあ、これから有志希望者が面会に来るから、その準備をしようと思って。そうだったのか。今回の有志結構でかくてさ、うまくいけば出世できそうなんだよ。だから念入りに準備しとこうと思ったんだ。なるほどな、頑張れよブンタ。ノー、ありがとな。じゃあ俺行くわ、まったなー。とブンタはかなり気合が入っているようでしたが、今日の売り上げはふむふむ、200万か。いい調子だな。さてさて、顧客情報を確認して、金持ってなさそうなやつの情報はさっさと裏リストに売っちまうか。さすが社長、悪どいですね。だろう。まあ悪くないと、こんな詐欺まがいの商材を高額で販売したりしねえよ。つうか買うやつもばっかだよな。金払うだけでビジネスが成功するなら誰だって成功者だっつうの。どうやら彼らはビジネスを絶対成功させる方法だとかなんとかだって、薄っぺらい情報商材を販売しているようでした。どいつもこいつも騙されちゃって、最近は SNS の普及もあって、かなり楽に客を集められるようになりましたね。ああ、インターネットの普及に感謝だね。そういえば社長、銀行融資の件どうなりました？明日面談に行ってくる予定だ。これが決まれば融資額は1000万円。今まで稼いだ分も合わせればしばらくは遊んで暮らせるぜ。融資が決まった瞬間に計画倒産して、売上と融資額を持ってとんずらって算段でしたよね。ああそうだ、この会社もそろそろ税務署あたりに突っつかれそうだからな。面倒なことになる前にさっさと畳んで、ほとぼりが冷めた頃に別の会社を立ち上げるって寸法よ。さすが社長、あったまいい。一生ついていきます。どうやらうちの銀行に融資に来る詐欺沼という男はとんでもない詐欺野郎だったようです。しかし巧妙にそれを隠しているらしく、文太は気づくことができなかったようでした。それでは審査の結果などは追ってお知らせしますね。はい、よろしくお願いします。失礼します。お、文太、お疲れ様。もしかして今この間言ってた融資の面談してたのか。おう、ヒロシ、そうなんだよ。中小企業なんだけど売上も悪くないし、ほぼほぼ融資は決まりだろうな。へえ、よかったじゃんか。ところでなんて会社なんだ。なあ、詐欺沼チャンネルって会社名だな。何その、登録者3人しかいなそうな YouTube チャンネルみたいな会社名は。まあ会社名はちょっとダサいけど、社長はいい人だったぜ。軽やかな足取りで歩いていく文太の背中を見送りながら、俺は少し嫌な予感がしていました。そしてその俺の嫌な予感は的中してしまうのです。いやー、マジちょろいわ。融資担当のなんつったっけ、名前忘れたけど、嘘っぱちをホイホイ信じちまってバカだな。ほぼほぼ融資は決まりだし、あとはすぐ倒産できるように準備しとくか。大変です、社長。なんだ、どうした。実は最近入った新人が下手打っちまって、顧客から訴えられそうなんです。しかもそいつ警察に通報するとか言ってて。なんだと。くそ、今融資の相談してるっつーのに、そんなことされたら全部水の泡だ。おい、なんとかならねえのか。それが警察にバラされたくなかったら、今まで払った分を全額返金しろって言ってるらしくて。本当はそんなことしたくねえが仕方ねえ。その顧客がうちに払ったのはいくらなんだ。さっき調べたんですけど、1000万です。1000万？嘘だろ？本当です。うち毎月定額払えばビジネスノウハウが届くっていう定額プランあるじゃないですか。その最大金額の15万円プランに5年間入会してたっぽくて。ああ、あのふざけて作ったふっかけプランな。たっくもう、俺たちが言うのもなんだけど、1000万払う前に気づけよ。どうしま
ショー社長。どうするもこうするも今会社側で1000万なんて用意できないぞ。あ、どうにかしてすぐ金を用意するしか。そうだ。え、どこ行くんですか社長。銀行だよ。融資を早めてもらえないか相談してくる。今融資の相談をさせていただいてる鷺沼チャンネルのものなんですけど。あれ、鷺沼さん、こんにちは。どうしたんですか。あ、担当の融資を少し早めてもらいたくて、ここで仕事のミスの尻拭いに金が必要なんて言ったら審査に影響が出るかもしれねえな。その新しい事業を思いついたんで、いても立ってもいられなくなっちまって、ほらビジネスは鮮度が命ですし、早く融資出ないかなって。そうだったんですね。でも今は最終審査の結果を待っている段階でして、前倒しというのはちょっと。そんな、なんとかなりませんか。一応上には報告しておきますね。でもあんまり期待されない方が。わかりました。くそー、どうすりゃいいんだ。え、あいつ若いのにいい車乗ってんな。しっかりカスタムもしてあるし、あの年の若いやつがそうそう買えるもんじゃねえ。ってことは多分親が金持ちなんだな。あ、そうだ。さーて、お昼だ。車通勤はお昼もちょっと遠出できるから楽だなっと。今日はお気に入りの定食屋に行こうっと。どこに行くんだ。まあいい、今の俺は黒スーツに黒塗りの高級車、昔から悪人面って言われてるし、どっからどう見たってヤクザにしか見えねえだろうからな。これでぶつかって大金ふっかけてやる。それから数分後、さて着いたっと。ここの定食どれもうまいんだよな。何にしようかな。うわー、すごい音がしたぞ。おい、これだ。姉ちゃん何してくれてんだ。なんだこの人。おいおい姉ちゃん、てめえうちの車にぶつかりやがっただろ。どうしてくれんだよ。ちょっと何言ってるかわからない。いや、俺止まってましたし。うるせえな、つべこべ言わずに修理代払え。とりあえず警察に通報。警察はまずい。おうおう、警察なんて呼んだところで意味ないぞ。俺たちは殺連中と太いパイプがあるからな。むしろお前がぶつかったってことで処理されちまうぜ。そんな、どうしたら。まあ今日慰謝料を1000万円用意できるってんなら、今回のことは見逃してやっても構わねえぞ。それができないなら、そうだな、いい仕事紹介してやろうか姉ちゃん。わかりました。家に帰ればお金を用意できるので。そうか、そのままとんずらされても困るからな。家まで案内してもらおうか。なんと、俺はとんでもないことに巻き込まれてしまいました。それからさらに数十分後、ここが俺の家です。いい家に住んでんじゃねえか。そこそこのお坊ちゃんだと思ったが、これとんでもねえ金持ちが連れちまったな。この様子なら1000万とも言わず、もっと金が引っ張れるかもしれねえ。どうぞ。邪魔するぜ。若、お帰りなさいませ。若、どうされたんで。今日はお仕事のはずでは。ああ、いろいろあってさ。とりあえず1000万用意して。お、承知しました。これはどういうことですか。はあ、すぐお金用意しますから、もう少しお待ちください。お構いなく。おいおい、どうなってんだよ。こいつらどう見たって肩着じゃねえだろ。おい、東。へえ。お前なんでこんなところにいるんだ。仕事はどうした。ああ、父さん、実は駐車場でこの人と車をぶつけちゃってさ、それで慰謝料の話になって、とりあえずうちにお招きしたんだ。なんだと。どうもうちの息子がご迷惑をおかけしたようで、よかったらお名前をお伺いしても。鷺沼と言います。鷺沼さんで、ね、まあそう緊張せずとも、息子がやっちまったことの落とし前はつけさせてもらいますよ、きっちりとね。すいませんでした。俺ヤクザのふりしてましたけど、ただの中小企業の社長なんです。ちょっと部下が下手打っちまって、訴えられたり警察に通報されないために大金が必要になって、銀行融資も間に合いそうにないし必死だったんです。そんな、別にお宅の組に抗争ふっかけようとか、そんなつもりじゃないんです。おい、何の話だ。少し落ち着いて。すいません、もう会社も畳みます。詐欺で金儲けも当たり屋もやりませんので、だから沈めていてください。
ちょっと落ち着いてくださいよ。父さんがそんなことするわけないじゃないですか。え、じゃああの黒服とかこのこわもての人は組長と組員じゃないんですか。うちの父はまあ顔はちょっと怖いですけど、銀行の頭取をしてる真っ当な人ですよ。黒服はうちで雇ってる警護のスタッフです。そうなの、よかった。ん、そういえば鷺沼ってなんか聞いたことあるような。あ、もしかして鷺沼チャンネルの。え、なんでうちの会社の名前知って。あ、待てよ、こいつよく考えたらスカット銀行の社員駐車場から出てきたよな。で、親父が銀行の頭取ってことは、ここスカット銀行頭取の家ってことじゃねえか。やっぱりあなた、うちの銀行に融資の申し込みしてますよね。さっきの話を聞いた感じだと、どうやら怪しい業務を行ってるみたいですけど、一体どういうことなんですか？嫌だな、俺そんなこと言ったかな。言いましたよ、訴えられたり警察に通報されないために大金が必要だって。つまり、後ろめたくなるような会社ってことですよね。なるほどな、大体状況は分かった。鷺沼さん、申し訳ないが融資の件は諦めてくれ。内情がどうであれ、他人に当たり屋をするようなやつが経営者にする会社にうちの資金は預けられないんでね。そんな、それは困ります。どうか融資だけは。というか、融資が白紙になることより心配することがあるんじゃないですか。え、いくら文太でもこんな怪しい会社に融資をしようと思うほどアホじゃない。ということは、つまり業績や業務形態などをごまかした嘘の書類を提出したんじゃないですか。もしそうだとしたら、融資金詐取、詐欺罪です。その上、俺に当たり屋をして慰謝料をぶんどろうとしたんですから、恐喝罪なども乗っかってくるかもしれませんね。ああ、分かった、融資は諦める。だから警察にだけは。申し訳ないですが、警察にも通報させてもらいますよ。別の人が同じ被害に遭ったら大変ですから。ちなみにここにはマイク付きの監視カメラがついてるので、あなたの発言は全てバッチリ録画されています。逃げられるとは思わないことですね。そんな、頼む、もうこんなことしない。これからはまっとうにいけるから。だから、反省の気持ちがあるならおとなしく警察の厄介になってくださいね。その後、俺の通報により鷺沼チャンネルには警察による調査が入りました。すると、詐欺や恐喝など様々な罪が明るみになり、社長含め従業員はまとめて逮捕され、会社は倒産したようです。しかし、彼らの悪夢はこれで終わりませんでした。どうやら騙されて情報商材を購入した顧客たちが踊って賠償請求をしたらしく、彼らの元には一生かけても返せないくらいの借金が残ったのだとか。まさか詐欺グループだったなんて。騙された俺も悪いけど、あいつらのせいで上司にコテンパンに怒られたよ。災難だったな、文太。今日の夜一緒に飯行こうぜ。おごってやるよ。だから元気出せって。ありがとな、ヒロシ。俺フレンチのコースがいい。どさくさに紛れて高いもんおごってもらおうとすんなよ。へへ、冗談だって。いつもの居酒屋な。ああ、インターネットが普及した今の時代、世の中にはいろいろな詐欺や罠があります。うまい話には必ず裏があるものです。皆さんも悪い人たちに騙されないようにお気をつけくださいね。スカットライン。俺の名前は大輔。私立スカット大学附属高校に通う2年生です。実家が空手道場を営んでおり、幼い頃からずっと空手と一緒に育ってきた俺は、学校の部活で空手、家に帰っても道場で空手という空手に囲まれる日々を送っています。よし、掃除完了っと。まあ、あったが毎日つまんねえな。なんか面白いことねえかなと。お、あれはうちのクラスの陰キャ野郎じゃねえか。あいつ何やってんだ。ここって確か空手部の部室だよな。おいおいおい、陰キャ君、何してんだよこんなところで。ん、ああ、背伸び君、今は部室の掃除をしてたところだよ。掃除？うん、空手部は掃除を当番制で回してるんだ。ってことは、まさかお前空手部なのかよ。そうだよ。はいはいはい、マジか、似合わねえ。
よく言われるよ。俺より細いこんな同隠居が空手部だって。足も腕もヒョロヒョロだし、こいつになら俺でも勝てるんじゃね。なあなあ隠居くん、ちょっと俺と喧嘩しようぜ。ちょっと何言ってるかわからない。俺たち喧嘩するほど仲良くないよね。お前舐めてんのか。喧嘩って言えば怠慢だろ、怠慢。俺と殴り合おうぜってこと。ああ、組手しようってこと。君も何か格闘技やってるの？まあな。ほら、なんていうか、ストリートで鍛え上げたっつうか、ストリートにはもう敵なしっつうか。本当は喧嘩なんてしたことねえけど。ストリート、よくわかんないけど格闘技やってるんだね。でも今日はもう部活の時間終わっちゃったし、それに空手部じゃない人と組手をするのはちょっと。なんだと？とにかく俺はお前と戦いてんだよ。そう言われてもな。なんだよこいつ、よくに嫌がるじゃねえか。わかったぞ。さてこいつ本当はめちゃくちゃ弱くて、それがバレるのを嫌がってるんだな。そうと分かれば、なんとかしてこいつを戦いの場に引きずり出してやる。なんとかならねえのかよ。お前が俺と戦うって宣言するまで俺はこの場を動かねえぞ。そんなの困るよ。じゃあなんとかして俺との戦いの場を設けるんだな。うちの道場は今門下生募集してないしな。ああそうだ、それなら空手部に体験入部するっていうのはどう？体験入部？そう、それなら組手ができるよ。ルールは君のやってるストリートってやつじゃなくて、空手に合わせてもらうことになるけど、それでもいいなら。よくわかんないけど、それをすればお前と戦えるってことだね。まあそうだね。体験入部してくれれば組手もできると思うよ。よし、わかった。じゃあ明日にでもその体験入部とやらよ。ごめん、明日からは空手部の合宿があるから無理かな。来週の月曜日だったらちょうど部活全体で組手をする予定だし大丈夫だと思うよ。来週の月曜日だな。よし隠居くん、首笑って待ってろよ。なんやかんや言い訳されたが、なんとかこれでこいつと戦いそうだぜ。見てろよ陰キャル、お前を倒して俺のヤンキー人生に箔をつけてやる。じゃあな。楽しみにしてるね。背伸びくん、あんなに空手をしたいと思ってくれてるなんて。武術とか全然興味なさそうだから意外だったな。まあとにかく月曜日、背伸びくんに空手は面白いんだって思ってもらえるようにかっこいいところを見せないと。そうと決まればうちに帰って道場で特訓だ。ということで、クラスメイトの背伸びくんに組手を申し込まれた俺、背伸びくんとはほとんど話したこともなかったので突然の申し出にびっくりしましたが、空手に興味を持ってもらえたのは素直に嬉しくて、スキップ気味で家に帰り空手の修行に打ち込みました。その翌日。よし、この山を登れば合宿場だ。気合い入れていくぞ。おっす。この日俺は部活のみんなと顧問の先生と共に合宿に来ていました。合宿場は山の上にあるのですが、車が通れるような道路が通っておらず、登山道しかないので、空手部は毎年1時間以上かけて山を登り、合宿場へと向かっています。最初は登山なんてしたことなくて大変だったけど、今じゃ慣れたもんだよな。天気も良くて風も気持ちいいし、絶好の登山日和って、今悲鳴みたいなのが聞こえたような。みんなには聞こえなかったのか。ちょっと確認するだけ。確かにこっちの方から声がしたような。あ、もしかしてあの人たちかな。こんな登山ルートから外れたところでどうしたんだろう。もしかして足をくじいたとか。大変、助けてあげなきゃ。おーい、大丈夫ですか。 あれはクマ。神様、助けてくれ。怖いよ。その男性と女の子は低くうなるクマを前に動けなくなってしまっていました。そのクマは体長ざっと 1.8 メートル、到底人間がかなうはずはありませんでしたが、二人を助けなければと思った俺はクマをできるだけ刺激しないようゆっくりと近づきました。静かに、大きな音や声を出すとクマが興奮して襲ってくるかもしれません。できるだけ静かに。わかったぞい。できるだけクマと目を合わせていてください。
目をそらすと襲われます。そのままゆっくり下がって、キャー、しまった、もうおしまいじゃ。クマよけスプレーはあるけど、カバンの中だし間に合わない。こうなったらごめんなさい、クマさん。クマに対して反撃するというのは、最悪の場合命の取り合いになってしまう可能性もありましたが、この時の俺はなりふり構っていられず、向かってくるクマの鼻先を靴の先で受け止め、そのまま足を上に上げて突進を受け流しました。なんとか受け流せた。でももう一回同じことができるとは限らない。お願い、どこかへ行ってくれ。クマはしばらくその場で固まっていましたが、俺の願いが届いたのか、数秒後後背を向けて森の中へと消えていきました。よかった。生きとる、わしゃ生きとるぞ。ありがとう、ありがとう、あんたのおかげじゃ。いえ、そんな。それよりこんなところでどうしたんです？実は孫娘と登山に来ていたんじゃがな、道がわからんくなってしもうて、そうしたらさっきの熊と出くわしてしもうたんじゃ。そうだったんですか。何にせよ大事に至らなくてよかったです。おーい、大介、大丈夫か？あ、先生、突然いなくなるからびっくりしたんだぞ。どうしたんだ一体？それが森の中から悲鳴が聞こえて、駆けつけたらおじいさんと女の子がクマに襲われていたんです。何？そのクマはどこへ？森の中に帰っていきましたよ。お兄ちゃん、かっこよかったんだよ、こうクマさんをバーンって。もしかして攻撃したのか？まさか。向かってきてどうしようもなかったから受け流したんですよ。できる限り痛くないようにはしました。人間から痛みを受けた動物は身を守るために凶暴になってしまうと教えてもらっていましたし。そうか。ともかく無事でよかった。今警察を呼ぶからな、ちょっと待ってろ。その後おじいさんや女の子と一緒に登山道に戻ったところで警察が到着。警察からの聞き取り調査に対応していたが、あっという間に一日が終わってしまいました。さすがに熊が出た近くで合宿するのは危ないな。よし、みんなすぐに別の場所を用意するから待ってろよ。ということで俺たちは先生が手配してくれた別の合宿場に移動し、毎年恒例の合宿を有意義に過ごしたのでした。それから数日後、さーて明日はあの陰キャ君との決闘の日だな。俺様の正義の鉄槌が火を吹くぜ。いくら弱いとはいえ、空手部に所属している人間を打ち負かせば、俺の名はこの学校に轟くことになるだろう。そうすりゃ俺はモテモテだぜ。おとといの昼頃、登山中の男性と女の子が登山道から外れてしまい、野生のクマに襲われるという事件が発生しました。目撃情報によると、クマは体長 1.8 メートルのツキノワグマで、 1.8 メートルってでっけー。こんな目の前にいたらひとたまりもねえだろ。男性と女の子を救ったのは、付近に合宿に来ていた空手部の男子高校生。なんとその男子高校生は向かってくるクマを蹴り上げ、撃退に成功したとのことでした。撃退？どんだけマッチョな高校生だったんだよ、怖すぎだろ。いやあれは素晴らしかったぞい。グワーッと向かってくるクマをスパーンと蹴り上げてな、クマはしばらくぼーっとしとったが怯えて逃げていきよったわ。お兄ちゃん、すごいかっこよかったんだよ。いや、あれは蹴り上げたんじゃなくて受け流したんですよ。うっかり本気で蹴っちゃったりなんてしたら、どちらかが生きた得るまでやり合わなきゃいけなくなってかでしょうし。とにかく彼はわしらの命の恩人じゃ、ヒーローじゃ。ありがたや、ありがたや。うっそだろ、これってあの陰キャ野郎じゃねえか。あいつそんなすげえのかよ。どうしよう、俺明日あいつと戦うのに、クマを素手で撃退する奴になんて勝てるわけねえ。どうしたら、どうしたらいいんだ。その翌日、せいはっ、一本、そこまで。ありがとうございました。あれ、そういえば今日セゴビ君が体験入部するはずだけど来てないな。どうしたんだろう、何かあったのかな。ちょっと探してこようっと。あ、セノビ君。待ってたよ。
もう来てたなら声かけてくれればよかったのに。いや、じゃあ早速体験入部しよっか。道着は余ってるのがあるから、それを着てもらって。ちょっと、普通なら型を覚えるところから入るんだけど、背伸びくんは格闘技経験者だもんね。とりあえず組手してみよっか。俺もストリートっていう格闘技がどんなものなのか気になるし。ちょっと、マジ。あ、分かってると思うけど、金敵とか目つぶしとかそういうのはダメだよ。こいつめちゃくちゃ力強い。やばい、このままじゃボコボコにされた上でその辺の川に沈められちまうかもしれない。じゃあまずは道着に着替えてもらって。すんませんでした。わあ、どうしたの急に。名前言ってすんませんでした。陰キャ、あなたがクマまで撃退できるほどの強さを持っているとはつゆ知らず。え、あははは、そっか、ニュース見たんだ。あははは、なんか恥ずかしいな。そんな褒めかけたもんじゃないんだよ。本来クマと遭遇したら戦わないで逃げるべきだし。なんだこいつ。クマを倒せるくらい強いくせにやけに謙遜して物腰柔らかいのが逆に怖い。分かったぞ。きっと俺を油断させて無理やり組手に持っていくつもりなんだな。その手には乗るか。こいつと組手だって命がいくつあっても足りやしねえよ。俺全然クマより弱いっす。大体の人はそうだと思うよ。きっと戦ってもつまんないと思うっす。だから見逃してください。行っちゃった。その後、セゴビ君が俺に話しかけてくれることはなくなってしまいました。それどころか声をかけると逃げられる始末。せっかく一緒に空手をする友達が増えると思ったのになとちょっと残念に思いつつ、俺はまた空手に明け暮れる日々を過ごすのでした。スカットライン。俺の名前はヒロシ。都内で平凡なサラリーマンをやっています。あまり目立たず普通な生活を望んでいる俺。というのも、俺の親父はあまり世間ではよく思われていない仕事をしており、その影響で嫌がらせを受けたことも。その影響もあり、俺は引っ込み思案の性格になっていました。はぁ、今日も会社の飲み会疲れたな。なんで大人は遊びイコール飲み会って発想になるんだろう。遊びだったらスマブラとかロックマンとか面白いゲームみんなでした方が楽しいと思うんだけどな。うい、おっさん、今お仕事帰り？え、あ、もしかして俺に話しかけてる？他にかも、じゃなくて話しやすそうなおっさんいないっしょ。お仕事お疲れ様でちゅ。どうも。もしかしてゴミショーですか？マジで楽勝案件すぎて余裕やん。いや、よくわかんないんで、もう帰っていいですか？今日はビアンカとフローラ、どっちを選ぶか決断しないといけないんで。おっさん、フル。今時はデボラ一択なんだよ。デボラも今時ではないけど。うるせえよ。ま、現実社会では結婚できなさそうだもんな。ゲームくらいは結婚したいよね。別にいいじゃないですか。もういいですか？入ります。全然いいっすよ。その代わりに、お前みたいなおっさんに話合わせてやったんだから、ありがた全部置いてってもらっていい？ちょっと何言ってるかわからない。なんで俺が君にお金を。俺様の言うことが守れないわけ？てめえ何様のつもりだよ。いや、それはお前に選択肢をやるよ。無傷のまま金を払って家に帰るか、ボコシバにされた上に金を払って帰るか、どっちがいい？いや、でもお金を失うってことは強盗と一緒になるし、怪我をさせた上でお金を取ったら刑法第240条強盗致傷罪は成立しちゃうし。いや、俺に金貸せや。これ以上ガタガタ言うならその程度で済まないかもしんねえぞ。わかったよ。これどうぞ。会社からそうすればいいんだよ、おっさん。じゃあ、お金貸してくれてありがとうね。あんな年下の子にお金払っちゃう俺って、こんな感じで年下にも馬鹿にされてしまう俺。財布ごとやられた俺は、タクシー代はおろか電車代もなく1時間歩いて家に帰るのでした。ただいま。おう、ヒロシ、遅かったな。会社の飲み会盛り上がったのか？いや、別に。本当はもっと早く帰りたかったけど、
ヒロシ、お前泣いてるのか？どうした？なんでもないから、ほっといてよ。可愛い息子が泣いてるのに放っておけるわけないだろう。何があったんだ？全部親父のせいだよ。俺がこうなっちゃったのも、親父が変な仕事してるせいだろ。なんなんだよ、新宿で金貸し業って。そんなおっかない顔して新宿で金貸しって、どう考えてもあっち系の人じゃないか。マジでなんなんだよ。ヒロシ、親父も親父の部下も怖い顔ばっかしてるせいで、俺は全然友達ができなかったよ。そのせいでコミュ障にもなって、いい年して親父狩りされる始末だよ。もうマジでこの世界は終わってるよ。ヒロシ、確かに俺は立派な親父ではないかもしれないし、世間的にも評判のいい仕事ではないかもしれない。でもこの世界は捨てたもんじゃないんだ。優しい人はたくさんいるし、こんな楽しい動画もありふれている素晴らしい世界なんだよ。本当は分かってるんだろ、ヒロシ。お前は賢くて優しいやつだからな。でも親父、俺親父みたいに強くないし。何言ってんだヒロシ、お前は誰よりも優しくて強いやつだよ。でも年下に親父狩りされちゃうし、全然抵抗できなかった上に実の親父に八つ当たりしちゃうし、こんなダメな息子なのに。お前は俺の自慢の息子だろ。あんまり自分を卑下するのはやめろよ。それは自分が誰よりも知ってるから。え？困っている人がいたら手を差し伸べるのがお前だろ。お前のそういうところを俺は尊敬してるぞ。それにこの仕事を始めたきっかけも実はお前なんだよ。え？それって。俺も困っている人の助けや支えになりたくて、お金を貸すってお仕事を始めたんだよ。まあ新宿って街でやってるせいもあるし、この顔のせいで勘違いはされちゃうけどな。でもそれなら新宿じゃなくても。昔お前と一緒に見た都庁からの夜景覚えてるか？そん時にお前が言った、ずっとこの景色を見ていたいって言葉が忘れられなくてよ。だから新宿で仕事を始めたんだぞ。親父、今親バカだなって思ったんだろ？そうだよ、親バカだよ。それくらいお前のことが大好きなんだよ。ごめん親父、ひどいこと言って。罰として今から一緒にマリカーするぞ。一人ぼっちでゲームなんかさせねえからな。こうして俺は久しぶりに親父と腹を割って話すことができました。酒を飲みながら楽しくゲームができて幸せだった俺、次の休みも一緒にゲームをやろうと約束をしていたのですが、親父遅いな。職場出るって言ってからだいぶ時間も経つし、親父のおかげでだいぶ会社でもコミュ障が治ってきたって話もしたいんだけどな。ん？この親父の部下の文太さんから電話？こんな時間にどうしたんだろう。はい、もしもし。ヒロさん、すみません。親父さんが。親父がどうしたんですか？親父さんが車にひかれそうな子供をかばって病院に。ただ、その…そんな親父さんがヒロシさんにその伝言で。さあ、ワリーがヒロシに伝えてくれるか。親さん、分かったからしっかりしてください。もうちょっとで救急車来ますから。ヒロシに、お前の親父になれてよかったよ。ゲームの約束守れなくてごめん。すみません、ヒロシさん。俺、おやさんにすっげーお世話になったのに、守れなくて。落ち着いて、文太さん。とりあえず俺も病院に向かいますから、自分を責めないでください。ヒロシさん。でも、俺、本当に、すみません。いえ、むしろ親父の最後の言葉を聞いてくれて、ありがとうございました。俺はダメな息子なんで、親父を見送るのを手伝ってもらっていいですか？もちろんです。こうして俺は親父を突然失うことに。ただ親父の会社の人はみんないい人で、俺は不思議と寂しくありませんでした。そして俺は親父の後を継ぎ、大平開発株式会社の社長に就任するのでした。そしておかげさまで無事葬儀が終わりました。本当にありがとうございました、文太さん。それは全然大丈夫です。でももうヒロシさんは社長なんですから、そろそろ敬語やめてくださいよ。何言ってるんですか。俺みたいな右も左もわからない社長を支えてくれる社員を大事にするのは当たり前ですよ。それに何ですか。今更になって親父の偉大さに気づきます。
葬儀の時もたくさんの人に来てもらって、親父はいろんな人に愛されていたんですね。親父さんは銀行とかが融資できない若い子とかにも低金利で貸したり、父さん間近の会社も助けたり、本当にすごい方でした。少し遠回りしちゃいましたけど、俺も親父みたいになれるように頑張ります。一生ついていきますよ社長。あれれ、この間のカモじゃん。小さい子供に手を出しちゃうなんていけないんじゃないな。ちょっと俺は子供じゃないから。それにこの人は俺みたいな年下にちょっと脅されたくらいで金を出しちゃう貧弱な男だろ。マジで終わってるよね。確かに少し前までの俺は弱くてダメなところも多かったと思うよ。でも親父のためにも変わらないといけないんだよ。そんな年でパパのためにもってマジウケる。いい加減親離れした方がいいんじゃない。そうだね、親父を安心させるためにももっと頑張るよ。時間ももったいないからもういいかな。もういいけど、アドバイス料も兼ねてお金まで返してくれね。あとちょっとで俺の夢が叶うんだよね。夢？新宿をもっとイケてる街にしたいのよ。そのためにバーをオープンして、お前みたいなダサいやつを新宿から追い出したいんだよね。ちょっと何言ってるかわからない。君がバーをオープンするのと新宿がイケてる街になるのはどうつながるの？だから俺が開くバーはイケてないやつからはめっちゃ金取って、イケてるやつはお手頃価格にするってこと。そんな店を新宿にたくさんオープンさせれば、お前みたいなやつは新宿に来れなくなるだろ。そっか、だいぶ新宿の治安が悪くなりそうだね。治安が悪くなるんじゃなくて、イケてる街になるんだよ。そして俺は新宿の街を仕切る王様になるんだ。そのためにも協力してよおっさん。協力って何？もうちょいでバーの開業資金が貯まるのよ。だからおっさん、また俺に援助してくれないかな。なるほど、まあちょうどここに100万円あるけど。社長、それはおっさん、その100万円俺に貸せよ。わかった、その代わり利子は統一だけどいいかな。統一だ？つまんねえこと言ってないで早く貸せ。じゃあ契約成立ってことで、お店は新宿のどこかな？歌舞伎町の裏通りにある4階建てのビルのテナントだよ。そこが親父カルヤの伝説の始まりの地だ。了解、じゃあ返金はお店がオープンするときでいいから。誰が返すかバーグ。じゃあね、ネクルのコミショのおっさん。いいんですか社長、あんなやつにお金貸して。まあ信頼関係は結べなさそうだし、絶望的かもね。なんで一体。親父が守ってくれたこの町を俺が守っていかないと。文太さんも手伝ってくれる？もちろんです社長。一体どうしたらいいですか？じゃあ早速探してほしい人がいるんだけど。こうして俺は例のチンピラについて調べるとともに、ある行動に出るのでした。そして100万円を貸してから60日後。やっとオープンまでこぎつけたぜ。だから俺の伝説が始まるのか。コツコツいろんな親父たちから協力してもらってやっとここまで来たわ。お、オープン前なのに早速客が来たぜ。可愛い女の子だといいな。いらっしゃいま。早く出ろや。俺らを待たせるなんていい度胸じゃねえか。まだオープン前の時間でして、あとちょっと待っていただければ。え、てめえ何言ってんだ。こんな店に客で来るわけねえだろうが。じゃあどんなご用で。お邪魔しますね親父くん。早速ですがオープンおめでとうございます。お前は人気のコミショのおっさん。てめえ、うちの社長になんついことしてんだよ俺ら。すみません。俺は大丈夫だから、要件が済んだらすぐに帰るから安心して。要件って一体？貸していたお金きっちり返してもらえますか？あの時の100万円か。まあそれくらいならなんとか準備できるから、ちょっと待ってもらえますか？何言ってるんですか。統一で貸すって言いましたよね。ちょうど60日経ったので統一計算で177万1561円になります。そんなに？お前社長からじきじきに借りといて文句あんのか。いい度胸してるじゃねえか。そんなつもりはありません。
170万円ぐらいならなんとか。ちょっと待ちなよ、それは俺の分だけだよ。全部合わせて3億円な。3億円、なんでそんなに。親父くん、いろんな人からお金借りまくっているよね。それも親父狩りみたいな手口でさ。いや、それもらったというか。すぐ、おっさんにも関係ないだろう。本当にもらったのかな。じゃあみんなに入ってきてもらいましょう。どうぞ。お前たちはこれまで親父くんの被害に遭った人たち、つまり親父くんにお金を貸していた人たちだよ。利息分もつけてきっちり返してもらおうか。ふざけんな、こんなの違法だ。こんなのありえねえだろ。ありえないのもふざけてんのもおめえだよ。親父が守ってくれた新宿の町で何してくれてんだ。それってどういう。もう一度言うよ、今までみんなから巻き上げてきたお金、きっちり耳揃えて3億円返してもらおうか。いや、でも3億円なんて、そんな。おいこら、うちの社長の質問はイエスかハイしか答えられねえんだ、常識だろうが。でもじゃあ最後にもう一度聞くよ、お金返してくれるかな。その後、俺やたくさんの人から親父狩りをし、そのお金でお店をオープンさせようとしていた親父カルヤ君、さすがに日本で3億円を稼ぐのは厳しいため、今はとある海のとある海産物を取る仕事をしながらコツコツとお金を返してもらっています。俺は親父から引き継いだ会社と思いを胸に、新宿の街をこれからも守っていきます。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。